花と緑の散歩道と、紫陽花別所排水路は、埼玉県埼玉市南区を流れる、排水路である。別所沼から笹目川に合流するまで、全区間が暗渠化され、特に、別所沼公園から武蔵浦和駅までは 2km に及ぶ遊歩道として、花と緑の散歩道が整備されている。桜や紫陽花の名所となっている、別所沼から、 周辺の田んぼへの灌漑用に改作されたのが始まりである。その後桜が両岸に植えられた。1985年に最強線が開通し、地下手袋周辺は宅地化され、灌漑の役目がなくなった。そこで流路の一部を最強線に沿うように変更し、すべて暗渠化、両岸の桜を保存しつつ遊歩道となった。遊歩道は花と緑の散歩道と名付けられ、 毎年4月頃になると西南桜祭りが行われ、屋台が遊歩道に並ぶ。また梅雨にはアジサイ、秋には紅葉の名所になることから通行人で賑わう。武蔵浦駅以南の排水路跡も遊歩道家、または駐輪場化されており、花水木などが楽しめる。2005年頃までは、下流の笹目川との合流点付近はほんの少しの区間だけ解挙であったが、改修の際遊歩道化された。 2016年には埼玉トリエンナールの会場となった沼影排水路の開局間沼影排水路、極本地区の暗局間付近の仕掛手袋、白旗地区の水田だった頃の面影である、笹目川自体も田んぼの予水の排水を目的として作られた中央排水路である。別所沼の予水は下水管を流れるため別所排水路には普段流れない。しかし、 洪水などの際は一部の水が流れる構造になっている。沼影排水路は埼玉県埼玉市南区西部の沼影一丁目付近から水路が南西に流れ、南区局本市町目付近で道路に沿って東へ流れを変える。その後埼玉市立沼影小学校やロッテ、浦和工場の南側を東西に直線的に流れる。ロッテ工場南側付近は海峡で フェンスで囲まれたコンクリート。それより、上流は暗渠化され、歩道となっている。排水路を暗渠にして歩道化するというのは宅地化が進んだ南区内各地で見られる。田島排水路、観音橋付近田島排水路は、埼玉県埼玉市南区及び桜区の境界あたりを流れる、排水路である。暗渠化され遊歩道として整備されている。武蔵浦和駅付近で別所排水路に合流する。 上流は、大鳥沼川と繋がっているため、広島沼川にも排水する。遊歩道化されているのは、埼玉県道40号埼玉東村山線より、下流で、それより、北は蓋をしただけの暗渠となっている。埼玉市立浦和大里小学校のすぐ脇に、かかっていた観論橋は、欄干が一部減損、かつての荒川下流部の流路であった。ありがとうございます。